もしもーし。もしもし。おはようございます。着いた？はい、着きました、今。ちょっと待ってね。はいーす。はい。もしかしてもう撮ってるっすか？おはよう。おはようございます。そうだよ。いやてかこんな朝って辛かったっすかね。ただいまの時刻3時12分。行きましょう。行きましょう。いやこの時期来ましたよ。一番ハードっすよね。一番ハードだけど一番撮れる時期なんですよ。朝一番効率的に動けますからね。明るくなってきましたよ。明るくなってきました。でももう着くっすもんね。もう着く。硬い。ちなみに今は何時ですか？そっか、今は、4時26分が結構やばかったから全然乗れなかったから、もうこの時うわ今日俺全然残せないかもとかって思ってたんだけど疲れちゃった。ハイテク神社っていうスポットがあって、まあフラットエッジのスポットなんですけど、いつもこの時期になるとだいたいこのスポットには寄るようにしてて、4時40分、ちょっと過ぎてるけど、まあなぜかいきなり K ぐらい言うとやり始めて、まあなんとか2回でメイクできて、セカンドトライ。まあでもいきなりマックスの状態に持っていくのは割と得意な方だから。今55分です。55分。とりあえずライン押さえとこうみたいな感じで撮り始めて、まあ、ラインサクッと取れたけど。すげえ、一発余裕っす。こんな早くなると思わなかった。まあ、もうちょいいけるかなと思ってもう一発トライしたけど、今度は全然ハードが決まんなくて縦乗りばっか。まあ、ガチハードですからね。もう本気で叩くやつしかできないから、ハード振りって。やっぱハードフリップは得意技だからこだわんないと。でまあ2回目の方が良かったか。やばい。ネクストトリック行く。ちょっと5分ぐらい単発でフリップアウト狙ってもいいですか？うん、ラインが取れたんで次は単発でバックテールのフリップアウト狙い始めて、まあ、結構惜しいとこまで行ったんだけど、今回の撮影はまあより多くのスポット回って、でまあなるべくフッテージ残すことが目標だったから、今回はまあ途中でやめて、まあ、次回リベンジするっていう形で、じゃあ次のスポットに行きたいと思います、うん、どう？疲れる？いやもう超ハード超ハードだけど、まあ一番スケボーしてるなって感じ。
ちょっと疲れた。で、次のスポットは行ったことなかったんですけど、ポン君がちょっと知ってたスポットで、今は5時半過ぎ。じゃあ15分、15分もかかんないっす。結構とりあえずオーリーとフリップ決めて、でまあその後、まあ、特に技なかったので、まあポッシーやっとこうかなと思って、ポッシートライし始めて、でまあそんな苦労しないで乗れたかな、ここは。よし、行くよ。行くよ。あ、行っちゃいます。イエイ。すげえ。簡単。余裕っすやんなの。すげえ。マジすげえ。まあ今のスポット10分ぐらいかな。お、15分以内仕留めた。もちろんっす。危ない。3つ目のスポットについて、まあここは牧場のカーブがポンポン並んでいるようなスポットで、これいけるっしょ。まあ軽いラインを1個トライしてって感じですね。よし、よし。タクシーうざって。どうかな、見てみる。ここ行っちゃいますか、次。うん、ここのスポットは5分ぐらいで撮れて。5分ぐらい。アソロのおすすめは、まあ、とりあえず短時間で多くスポットも回れて、夜と違って発電機を焚かなくて済む、まあ、セキュリティが甘いっていうのと、駐車場とかもいらなくて済むんで、いいことだらけっすね。体が動けば。このまま日比谷行こうと思ってたら、そしたらなんかまあ軽くスポット見つけたんで、とりあえず撮った感じですね。次のスポットはチャッティのパートでノーリーやってる12段の幅が広いステアに来て、どうしよう、なんかやるか、こっちとか行ってみるか。あ、ちょっと苦手なんですよ。なんで今日俺ハードメイクできそうな気がするんですけど。マジで？やっていいっすか？本当に？結構メイクできそうな気がする。もしもうハマっちゃったら動けばいいし。今何時？ちなみに6時10分。お、いいペースだよ。レンズもロングに変えましたよ。もう一発目からノリクス。どうした？これ？これにこけたの？いや、なんか。はい。乗ったらパチンつって
今日一のコケだったよ今。よし、まあ気を取り直して、はい、絶対メイクできると思ったんですよ。しかも8億点。いや信じらんないんだけど。ちょっともう一回やってよ。もうちょっと次のスポット行きます。マジでこんなもんっすよ。何時何時、多分10分ちょい、10分もやったかな。マジでやったー、超嬉しい、やったこれね。いや危ねえ、これ一番高いニクソンもらっていいよ多分。マジっすか、うん、ちょっと今度頼みます。いやマジで、アキさんちょっと準備しといてください。一番高いの金のやつ。いやでもまだまだバンバン取るんで。体力は、体力は今 70% ぐらい残ってるまだ。いや今日バイト行きたくね。まあいつもだったら日比谷でなんかいいのメイクした時点で帰るんだけど、まあ今回はまあ多く撮ろうってことなんで、とりあえず他のスポットこの後も回った感じですね。まあ速攻っすよ速攻。でもハード乗ってもう結構イケイケな感じで次のスポットに行ったんですけど、あ、見て、もう帰るんだよ。いやもう帰るっていう問題ですけど、やらないでもらえますか。だからもう帰るんだよ。お疲れっす。1回しかできなかったよ。1回しかできなかった。てか王林も1回しかしてないし。日比谷が良すぎたからこれで一気に落とされましたね。なんでもう帰るかなって言ったら、いやそういう帰るとかの問題じゃなくてって言われて、もう6じゃんか、そろそろ世の中が動いてる。お前早かった気がすんだよな、めちゃめちゃ。次のスポット行って、まあ他のカーブスポット来たんですけど、まあここも早く決めないとっていうスポットでしたね。あ、45分9時45分。ペロかな、もうちょいできそう、うん、まあもうちょいできるなって自分で思ったんで。次のスポット行きます、はい、で次は入り口がめっちゃ低くてアウトがちょっと高いマニュアルスポットに来て、あ、ここか、うん、ちょうど7時。7時、いや普段だったら全く起きてないよ。とりあえずやることなかったからノーリーヒールマニュアルやろうとしたけど、まあなんせ入り口がめちゃくちゃ低いんで逆に合わせるのが大変みたいな。
構時間かかった。7分ぐらい。いや、十分しょ。なんとか決まって、で、まあすぐ歩いて行ける距離のチェーンオーバーのスポットに来て、まあなんか狙っていこうかな。ちょっと斜めじゃない。まあバックサイドフリップ行けるかなと思ったんで、トライして。もうちょい多分できると思う。まあ一回すんなり乗れたんですけど、その時にまあちょっと自分的に気に食わなかったから、また何回かやって。今よかった。やばい。23分10分え、いやちょっとでもなんかポン君の無茶ぶりで、で宮城豪君と同じことやれみたいな。そう、宮城豪君のコケの映像俺結構鮮明に覚えてたから、もうそのコケ方のイメージしかできなくて、ちょっとこれは無理っすね。日比谷ハードの方が簡単。日比谷ハードの方が簡単です。終わりがどこでやめたらいいか分かんなくなってきちゃう。体力か時間で切るかである、ね、そうですよね。だ多分、まあ、もう寝る時間ないから、うん、寝ないでバイトは行くから、寝ないでバイト行くか。そうですね。まあとりあえず品川の方行って、うん、かな。次のスポットは地蔵くんがノーズブランってやってるフラットレッジなんですけど、まあちょっと使い方変えて、このフラットレッジごとオーリーで越えようみたいなことをトライして、まあ、なんかちょっとアプローチが俺的にやりづらかったから、叩くまで時間かかったけど、まあ叩いたら叩いたで、まあ余裕でしたね。これも一回乗ってもうちょい行けると思ったんで、二回目の方が良かったっすね。どうすか。いやさすがにこの私も体力が疲れてきた。今 40% ぐらいかな。残りあ、ちなみにゼロになるとあれですよ、うん、もう16時間ぐらい寝ないと復活しないやつ。いやもうこの時点でめちゃくちゃ疲れてたけど、ここまで来たら最後に割といいのワンカット欲しいなと思ったんで、じゃあ一応ラストかもね。まあ一応ラストのスポットかもしれないですけど、まあ8時、8時ちょっと前、待って、まあ最後振り絞ってやりたいと思って、まあ、よいしょ、腹減った。まあ何かで、こうやってブラインドヒールでいくっす。で、まあフリップでギャップ越えて、そのままノープッシュでノーリーブラインドヒールで降りるっていうライン。一応なんとかできて、もう一回やったらいいのできると思ったから、もう一回トライして。まあそれでもやっぱりもうちょいノーリーブラインドヒールいけるかなと思ってトライしてたら、警備員出てきて、あのこちらはあのスケートボードも撮
影も禁止なので申し訳ないんですけども。ダメなんですか。はい、ダメです。じゃあもうあと1回やったら帰るんで。いや、あと1回じゃなくて申し訳ないんですけどもうできませんので、はい、あと1回。いや、あと1回じゃないです。ダメです。違うか。ダメです、はい、違うか。で、怒られちゃいましたね。できた方じゃない。ちょっともう今8時15分ですけど、15分前もうちょっと撮影は終わりです。ちょっとめちゃくちゃ辛かったですね。もうポン君と合流して5時間ぐらい湘南に帰りたいと思います。っていうかバイトっす。俺以外のチャッピーの人は朝強い人あんましいないから、まあちょっとこの動きは今んとこ俺しかできてないけど、俺だけでもこの動きは続けていけたらいいなって思います。